イエジオッソリンスキイエジオッソリンスキーは、ポーランドリトアニア共和国の大貴族、政治家、外交官。1633年より、王官僚財務副長官。1636年より、サンドミエ主県知事。1639年より、王官僚副大法官。1643年より、王官僚大法官を務めた。また、ブイドゴシュボメル、プツク。 ロリムの大官職を帯びていた。千六百三十四年に神聖ローマ帝国の公に除せられている大変な教養の持ち主、やり手の政治家そして演説家として知られた。サンドミエシス県知事アンズビグニエフオッソリンスキの末息子として生まれた。オッソリンスキは千六百三十三年教皇への外交施設としてローマに赴任した。彼は千六百三十五年には。 プロイセン公国のブランデンブルク人たちと外交交渉を行い、1636年には皇帝フェルディナント2世の下で開かれたレーゲンスブルクの帝国議会にもポーランド施設として赴いた。1639年、1641年にもプロイセン公国の施設との交渉を担当している。熱心なカトリック教徒だったオッソリンスキーは、 プロテスタントの権利や特権を制限することを主張していた。オッソリンスキは、ワルシャワ宮廷における親ハップスブルク派、反プロテスタント派の指導者となり、国王ブワディスワフ4世の最初の日で、皇帝フェルディナント2世の娘のセチ,チイーリア・レナータ、及び、リトアニア大法官アルブレフとスタニスワフ・ラジビウ公と同盟関係を結んだ。彼は、 アダム・カザノフスキと、イエレミ・ビシニョビエツキの性敵であり、オッソリンスキは1637年のブワーディスワフ4世と、セツイリア・レナータとの結婚を契機に、彼らを追い落とした。1643年、オッソリンスキは、王官僚大法官で、クラクフ司教のピョトル・ゲンビツキと対立し、ゲンビツキを王法官職から退けて、自らが大法官となった。彼は、 王権の拡大を図るバーサケ出身のブワディスワフヨンイを支持していたものの、後にこれが不可能と判明すると不支持に回り、王権強化に反対するようになった。彼は1640年代後半にブワディスワフヨンイが推進していた対トルコ戦争系、オスソリンスキは下級貴族たちの間に友人が少なく、大抵嫌われていた。 1644年になると、オッソリンスキは、親ハプスブルク派から、親フランス派に乗り換え、ブワディスワフ4世紀のルドビーカ・マリアン・ゴンザーガとの再婚を支持した。彼は決して富裕なマグナートとは言えず、その資産は、ヨーロッパで最も裕福と言われていた、ラジビウケやビシニョビエツキ家に比べれば、微々たるものだった。1635年、彼は、一族の本拠、 オッソリンに城を建設し、1639年から1642年にかけて首都アルシャワに、オッソリンスキ宮殿を建てた。1648年にブワディスワフ4世が死ぬと、オッソリンスキは次の国王自由選挙で全国王のイボテイ、ヤン・カジミエシュを支持し、彼の国王選出をお膳立てした。同時期に、コサックが起こしたフメルニツキーの乱では、オッソリンスキは、 コサックとの和解を支持し、1649年のズボーリウの和訳の締結に尽力した。また、彼は政務でも議長、演説家として活躍した。ありがとうございます。